男子プロゴルフの松山英樹、レクサス、は、18日、日本時間19日、まで米カリフォルニア州のリビエラ CC7322 ヤード、パー71で行われたジェネシス招待で、最終日6打差の7位からスタートし、大逆転優勝を飾った。この勝利は、米プラツアー通算9勝目で、韓国人のチェ・キョンジュ、チェ・キョンジュを抜き、アジア人単独トップに。 この快挙を韓国メディアは悔しがるかと思いきや、目標が生じた、これからは追撃する立場と歓迎する声が上がっている。韓国メディア、イ、e ・デイリーが、チェキョンジを越えた松山、韓国は誰が松山を超えるのかという原稿で伝えている。記事は、米プロゴルフ、ふがツアーでアジアを代表する看板をめぐって、韓国と日本の選手が繰り広げる対決は見どころの一つだ、とし、 2000年代半ば以降の米ツアーでは、チキョンジュをはじめとした韓国選手の活躍が目立ったとしている。ところが、今回の松山の勝利で、15年以上続いたアジアの看板という主人公が変わった、と指摘している。ただ、これまでプガツアーでアジアを代表してきた韓国選手たちの自尊心は傷つくかもしれないが、また別の目標が生じたという点で、新しい競争の火種となると歓迎している様子だ。 1980年代から青木功、丸山茂樹ら日本人選手の活躍が目立っていたプラツアーに、2000年代から続々と韓国人ゴルファーが参入した。記事はチェ・キョンジュが2002年のコンパッククラシックで初優勝し、2006年のクライスラーチャンピオンシップ優勝でアジア人のトップに立ったこと、さらに2011年のプレイヤーズチャンピオンシップを制するまでに、通算8勝を挙げたと紹介している。 他にも通算4勝しているキム・シウラ、韓国では新しいスターが続いてバトンを受け継いだのだという。一方で松山を韓国選手たちの間で静かに活動してきたが、早くからチェ・キョンジュの記録を更新する脅威な候補とみられていたと紹介している。記事は松山について、少なくともあと10年はプラツアーで活動をさらに続ける可能性がある。アジア出身選手として初めて、 ツアー10勝という新しい金字塔を打ち立てる可能性も高いと称賛。さらに、チェ・キョンジュの最多勝更新が松山の目標の一つだったように、松山の記録は私たちの選手にとっても新しい目標になる。これからは追撃する立場だと、日韓のゴルファーに。